第18回目です、実はこの第18回ね、3回収録してるんですけれども、3回目のこれ収録ですね。1回目の収録はですね、ちょっとチャプターの設定のミスといいますか、ちょっとねチャプターの設定の方が変わりましてですね、動画撮り続けたいというのもかかわらず、ちょっとねファイルの方を探して見つかんねえなということで、ファイルを削除してしまったということで、動画の編集のミスに伴って、ミスってしまったというのがありました。そして2回目がですね、そこら辺の反省点を踏まえつつ、15分ぐらいの動画ですね、早朝にわらべるですね、こちらの方を売却してですね、した動画で、それながら私のつまらん会話でですね、言ったもの、これを編集してエンコードをかけて、YouTube の方に投稿したということで、1時間ぐらいかけてですね、投稿したファイルなんですけれども、なんとですね、アップロードした5分後にですね、著作権侵害の申し立てということで、あれすごいな、本当に投稿して5分で出ましたからね、多分なんか機械かなんかでやってると思うんですけども、ファーミングシミュレーター17ですね、ラジオが聞けるんでね、この社内にあるラジオ、これでね、シミュレーター FM だとか、113、クッキングカントリーだったかな、なんかはね、多分今時の曲といいますか、流れてるんで、これはちょっと動画に使っちゃまずいだろうということで、それ以外のね、ロック FM とか、あの辺を丸々流してたんですけれども、やっぱり著作権的にまずかったようですね。すいません。ということで、今後はですね、ちょっとラジオなしで音声だけでちょっとやっていきたいと思います。で、ちょっとボツになってしまったので、そのベールの作業が丸々ね、カットされたんで、いきなりこの、ブラボーをかける作業からなんですけども、ちょっとご覧ください、画質どうですかね。ちょっとね、夜間でやった中で、一つ、なんだったかな、G-Force のなんちゃらかんちゃらっていう、チャプターでやっててですね、今までね、ゲーム画面よりも明らかに暗い色度、サイドで、映像といいますか、動画がなされていたんですけれども、ちょっとですね、ようやくファーミングシミュレーター17の方が、ゲーム一覧の方でね、表示されるようになりましたんで、こちらでね、最適化、こちらを行いましたんで、今までね、こちら側からの面で見るとほとんど真っ黒でね、何やってるかわかんないんですけども、多分今これ撮ってるのは多分ゲーム画面とほぼ同じ色度、色合いで多分表示されてるんじゃないかなと思います。ちょっとね、本当はいろいろ会話して、充実とまで言いませんけど、なかなかいい動画撮れてたんですけれども、まさかの著作権侵害によるね、他といっても YouTube の方で多分カットされてたんで、もうそこを削除しました。ですんでね、ちょっと残念なことになってますけれども、どうしようかな、もうちょっとね、考えてなかったからね、そこまで。ちょっとこのまま。あとこれですね、マッセイ・ファーガソンのトラクターなんですけれども、ちょっとね、7700馬力がやっぱ不足していて、ちょっと厳しかったんで、こちら、マッセイ・ファーガソンの MF8700、ちょっとね、1000万台繰り上げて300馬力級のトラクターを買いました。今持ってるのがね、ガレージ出しますか。こちらにや。ガレージを見ていますとですね、今私の持っているトラクターがこちらヒューリマンの H488、 それからニューホーランドの8340、ドイツファールのアグロスター、そしてケース IH1455XL、ニューホーランドの T6、ランボルギーのこれは MacVRT かな、それから、ニューホーランドの T7 ヘビーデューティー、そしてマッセイ・ファーガソン MF8702 モッドがあるんですね。モッドが一番右側で、こちらですね、ジョニアの7030プレミアムか、こちらのトラクター持っております。それからですね、そうだ、紹介しなかったんですけども、こちらですね、テレハンドラー、こちら、これ紹介したか、モッドですね、これもニューホーランドの LM7.42、こんなような機材を現在揃えております。あとは紹介したものばかりでしょう。
ちょっと若干ね、今落ち込んでおりますので、あ、そうそう、それからですね、じゃがいもの方をですね、植えたんで、じゃがいもの方のちょっと紹介をしていきますか。まあ、こちらの畑ね、プラウかけて、前回紹介した、スラリータンクですか、あちらの方。まあ、本当はそこを紹介するつもりだったんですけども、まあ、まさかのね、ちょっと動画の、まあ、ミスといいますか、あれが発生してしまったんで、若干ちょっと気が抜けた感じで今収録してるんですけども。こちらの畑に、現在、じゃがいもを植えておりますので、こちらですね。まだね、じゃがいもの収穫期買ってませんので、次回の動画でね、じゃがいも収穫期の購入と、このじゃがいもの収穫できたらいいかなと思っておりますので、今日はちょっとですね、短いですけれども、チャプターが正常に作動するかどうか、その辺も確認して、終わりたいと思います。ああ、ショックだったな。では第18回、この辺で終わりたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。